ボルビックは、フランス、オーベルニュローヌ・アルプ地ーキ県、ピュイドイコールドーム県のコミューン、クレルモン・フェランの北約14キロメートルに位置する。トゥルノエル城ボルビックの名が初めて歴史上に登場するのは5世紀である。7世紀、クレルモン司教、プリストがこの地で殺害され、埋葬された。ボルビックは、トゥルノエル司釈の本拠地が置かれ、トゥルノエル城は10世紀にすでに知られていた。 シロアの地にオーベルニュクの所有となるが、フランス王フィリップ2世に没収された。ボルビックはミネラルウォーターの水源地として知られている。1938年に初めてガラスボトルに入れて売り出され、現在は世界的に有名である。コミューン内に2つの工場が稼働しており、コミューン内の雇用を生み出している。ボルビック石とは薄灰色から濃灰色をした。 火山性の岩石である。頑丈なこの石は13世紀以降、クレルモンフェランやリオンにある建物の材料として使われてきた。ありがとうございます。